ようございます。2024年5月27日月曜日の朝です。今日の体重は 65.5 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、ありがちゃー。今日の天気は雨、雲も厚いし雨でございますね。なんかでも気温は寒くないね、ぬるいって感じがしますけれども、そんなわけで今日もですね、ちょっと家の中でいろいろ、昨日何もしなかったからやらなきゃいけないことがありますので、順番にやっていきたいと思いますよ。まずはさゆ飲みます。今日のお昼ご飯です。今日は焼肉定食になります。さがり、しまちょう、あとは玉ねぎともやしとニラ、人参、そしておつゆは昨日の残り、お豆腐とわかめ、白いご飯、タレは醤油とわさび、トリュフソースで食べます。今3時10分くらいです。雨がね、さらっとずっと降ってますね。で、今日は本当に家の中でいろいろやってたんですけれども、今日これからですね、シエスタでまやさんとイベントの打ち合わせと、あとね、静香さんが予約をしてくれたので、トリートメントの出てこなかったなので、もう準備しましたので出かけたいと思います。シエスタ着いた。わ、風と雨、中入ります。ホットコーヒーなんたかブレンド、今日はちょっと違うの飲んだけど忘れちゃったやつをこの手の人と飲みます。まやさん動画、はい、ということで終わりましたので帰ります。帰ってきましたよ。なんかですね、天気すっごく悪いのにぬるい感じがしますね。なんだな、なんか蝦夷梅雨が始まったんですかね。まずは中入ります。今日の夜ご飯です。今日はタラのムニエル、そしていただいた採れたて白菜のサラダ、そして採れたて白菜のスープ、白いご飯で食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということでね、なんかちょっと声がガサガサしてますけれども、おかげさまで咳取れましたね。ちょっとね、ゲホゲホって出てる時もありますけれども、ほぼ大丈夫になりました。夜がね、咳が出て寝れなくて寝不足っていうことはなくなったので、なんかだいぶ良くなってよかったです。もうほんとね、薬局で買ったゴホナースっていう漢方の薬ね、飲んだんですけども、3日分。それ効いたんじゃないかな、多分。そんな気がします。あと、ね、ちょっと今雨降ってて花粉が飛んでないっていうのもあるのかな。ちょっとね、その辺詳しくわかんないけど、まあ良くなったのでね、安心でございますね。はい、そんな感じでした。で、今日はね、午前中とご飯、お昼ご飯食べた後は、ちょっとお仕事してたんですけど、なんかね、私、なんかね、全然ダメだった。今日ね、全然仕事がはかどらない日だった。なんかやろう。これ一番最優先でやらなきゃいけないことやろうと思ってるのに、全然違うこと調べ物始めちゃったりとか。ね、もうね、最近ね、トゥードゥーリストがね、パンパンどころでもね、はみ出てるくらい、あーって溢れんばかりのトゥードゥーが
ローリストがいっぱいいっぱいになっててね。でね、ちょっとね、私が今反省してるのは、ちょっと優先順位、最重要課題をね、上の方に持ってこないとね、ダメだなと思いました。なんかもう何からやっていいかわかんないくらい、それ見ちゃったらもう何、なんか逆にね、ちょっと現実逃避したくてね、何もしたくなくなるみたいな感じのね、状況でございますか。ちょっとそこから始めないとダメかもって思いましたね。はい、そんな感じでございました。そして、その後ね、3時からね、まやさんとお茶がてらね、イベントの、打ち合わせってことでもないんですけどもね、ちょっといろいろね、話して、ちょっといろいろ進んだら、決めていきたいよっていう感じでお話ししてたんですけれども、なんかね、とりあえずね、まだ詳細が決まってないので、簡単なご説明だけにはなってしまうんですが、日にちが7月の8と9になります。で、イベント名が、天然石と天天天な魔女たちっていうね、イベント名で、略して天魔女って言います。で、天魔女ではですね、その魔女たちの鑑定を受けることができて、どんなのがあるかというとね、仮面心理学。でね、仮面心理学って私まだ受けてないんですけど、なんかね、すっごい興味深くって、脳と顔のパーツってなんかこう、傾向が出るんですって。脳の考え方の傾向とかって顔のパーツに出るらしくって、それをね、その鑑定を受けると教えてもらえるそうですよ。私もだから誰かの顔を見た時に、あ、この人こういう傾向があるんだなーって分かるくらいの感じに待って教えてくれるって言ってました。はい、そんな感じのやつがあった。でももちろんね、自分のこととかもね、いろいろ見てくれるみたいですね。そう、それでもう一つはね、カラーセラピーって言ってね、これ私はね、もう今まで3回受けてるんですけど、本当おすすめ。これはね、自分でね、カラーをね、並べ替えるんですよね。自分がしっくりくる形っていうかね、場所に。だからね、自分が今求めてる色とか、今自分が気づいていない自分の心理状況とかを、カラーセラピーの方がね、読み解いてくれて、それで、私に今必要な色を教えてくれるっていうやつね。で、あとどうしたらいいかっていうところまで教えてくれるってやつでございます。ね、そのたんび、私もね、そのたんびにね、あ、そう、なんかでもすごいそう、みたいな感じで。でね、なんか、もやもやってしてる時にそれ受けるとね、なんかすっごい腑に落ちたりするので、これすごいおすすめです。で、もう一つね、マヤ歴があります。で、マヤ歴もね、私ね、去年まで、なんかマヤ歴っていう存在をしてたんですけど、全然どんなことなのかとかも全然分かってなかったんですけどもね、これもね、本当に皆さんね、自分の番号だけでも知っておくとすっごいいいと思いますよ。なんかね、私はね、180金だったかな、金、180番じゃなくて180金っていうんですよね。それを知っておくことによってね、マヤ歴を自分の番号知ってる方がね、もしかしたら自分を探してるかもしれないってなんかそんな感じだからね、もうね、マヤ歴についてはほんと深すぎて私の口からは説明できません。でもね、やっとった方がいいって本当思います。なんかね、スマホとかでもね、一応自分の番号は調べられるので、知っておくのいいかもしれない。でもね、今回のね、マヤ歴の寝方はね、そこからね、ずんとね、踏み込んでね、いろんなものを教えてくれたりします。で、これからどう生きるべきかみたいな感じのところとかもね、わかるのでね、もうすっごいおすすめでございます。はい、それとね、仮面心理学の方はね、あと8日だけ来ます。で、9日の日はね、代わりにね、この手相の方が来ます。で、手相もね、なんか、私何回か見てもらってるんだけど、面白いこと、なんかね、こっち見てからこっち見るみたいなね、こう、手のね、やつをね、そこ見てね、私、その当たってました。面白かったって。その方はね、未来のことを、手相だけだとね、不十分だからっていうことをね、ちょっとね、タロットとかもやってくれたりとかもするんですけど、そんな感じでですね、皆さんそれぞれで、ね、いろんな鑑定を楽しめるイベントということになっております。で、なんかね、天然石とかね、魔女とかって言ったらね、すごいスピリチュアル臭を感じる方も多いかもしれないんですけど、
なんかね、私たち自分たちでも言ってるんですけど、なんかスピリチュアル臭感じちゃうかもだけど、私たち全然スピリチュアルじゃないよねって言ってて、そう、なんだろう、スピリチュアルの世界の人ではなく、スピリチュアルが好きな人って感じでございまして。でね、鑑定するのもね、統計学だったり心理学だったりっていうところもあるので、逆にね、こう、地に足ついてる感じで自分のことを知れるっていうのはね、お勉強にもなるのでね、ぜひぜひ皆さんにもね、体験してほしいなと思います。で、そういう部分ってね、なかなかね、自分一人じゃね、こうやろうって思ってもね、その一歩が踏み込めないっていうことってあると思うんです。私もね、最初はそうでしたよ。なんか見てもらいたいけど、なんかちょっとどうしていいかわかんないみたいな感じだったけども、いざね、一歩踏み込むとね、全然もうなんかこう、ほんとね、相談聞いてもらってるみたいな感じで、自分のターニングポイントをでね、その人に言ってたことだとかを結構思い出すもんですよ。そう、なんかね、いろんな大切な言葉をもらったり、元気になるような言葉をもらったりとか、ね、ほんと些細な一言なんだけれども、スッと腑に落ちたりとか、そういうね、体験もできるので、ぜひ、この機会にね、来てほしいなと思います。で、そのね、イベント今回やろうっていう話になったけど、結局ね、私たち自分たちも楽しみたいっていうのもあったりとかね、なんか多分私たちみたいな、なんかちょっと興味あるけど、どっぷりまでいかないけれども、ちょっとやってみたいっていう人、多分世の中にいっぱいいるだろうねっていうところから始まってるので、ほんとね、何の気兼ねなく来てください。ほんと私たちがそうだからっていう感じでございますのでね、来てほしいなと思います。あ、そうそう、それで私とね、まやさん何するかっていうと、まやさんは、ほら、私がいつもね、イヤリング、最近つけてるんですけれども、だいたい全部ね、最近つけてるイヤリング、まやさんのイヤリングでございまして、ほんとね、かわいいアクセサリーをいつも作ってくれるんですよ。で、今回はね、カラーセラピーだったり、あとね、マヨネキもね、それぞれなんかいろんな鑑定によってね、何十種類かのその人に合う石っていうのが出てくるんですって。で、そういうのを取り揃えているから、その種類をね、鑑定が終わった後にマヤさんのところに行って、それでセミオーダーで作ってくれるんです。その時にあった世界で一つだけの自分 のアクセサリー、ピアスか、イヤリング、どちらでも選べるようになっているので、そういったね、やつを作れるっていうの、セミオーダーなんてなかなかね、ないですしね、そうやって作ってくれるということでございます。そう、そして私はですね、ロールオンコロンをやります。でね、香りもね、何種類か用意して持ってきますので、ちょっとね、3月だったかな、私ロールオンコロンの講座やりまして、その時ご副音表だったんです。で、今回はね、そういったね、天然石の入った容器で私も作ることになってるんですが、香りもスピリチュアルっていうほどでもないんですけれども、どちらかっていうとね、精神的に香りってすごく嗅覚ね、嗅覚ってもう脳にね、もう、ピッて届くんですよ。ピーどころじゃないもんね。で、1秒切るんですよね、届くのって。で、すごくね、神経系に効くので、香りはね、やっぱりその時その時、自分の合う香り、好きな香り、あと、浄化作用があったりするものとかもあるので、そういったものをね、少しね、アドバイスさせていただきながら、自分のオリジナルのコロンを作ってもらおうと思ってワークショップやる予定でございますね。それもね、ちょっとね、皆様にもぜひ体験してほしいなと思っております。そうでね、8日の日はもう完全に限定だけ、限定何組みたいな感じでやる予定で、9日はもうね、もうどこ誰でも何しに来てもいいってやつですね。ほんとお買い物だけしてもいいし、なんかね、例えば占いというかね、鑑定一つだけやってもいいしっていう感じで、好きな感じで、自由な感じでやる感じになっています。で、そのね、とはいえね、多分ね、8日の日は今日お話ししたんですけども、もうね、間違いなく8日の日の方がすっごいお得です。もうスペシャルゲスト扱いしますので、ね、なので、なんかこう
全部やってくれたら、ほんとね、全部、もうね、まあいいや、とりあえず料金とかまだね、ちゃんと決めてるとかはないから、これからね、どんどん話し進めていく予定だから、とにかく、ね、お得になってます。ほんと、もうそればっかりはそうです。ほんとの感じでございますので、割とね、私の中ではね、9日ももちろんね、いろんな人と会えるしね、すごい楽しいイベントになるし、美味しいものとかね、お菓子屋さんとかコーヒー屋さんとかも来ますから、楽しいイベントにはなるんですよ。なんですけどもね、まあ、それはそれで来ていただいて、でもね、なんか何個か9日の日に来て、何個かやるんだったらね、多分ね、8日の日にね、完全予約制でそっち来た方がね、なんか得な、お得だなって思います。私なんかこう、やっぱりね、自分がやりたいことやりたいなって思うから、なんかこう、私だったら8日に行っちゃうかもしれない。しかもね、加盟心理学はね、8日しかないからね、そういうのもありますので、まあ、でもね、皆様のね、やりたいこととかもいろいろあると思うから、ちょっとね、詳しいことね、ちゃんとお話ししないとね、行こうかなと思ってても決められないと思うのでね、ちょっと改めてまたご報告、決まったらご報告させていただきたいと思います。ちょっとだけって言いながら、すごい話長くなっちゃったそんな感じでした。で、その後ね、山田静香さんがね、来てくれました、トリートメント。昨日ね、ご予約してくれまして、でね、昨日会った時、手がとにかくパンパンですごかったの。今日もね、触ったらすごかったけどね、肩とかもすごくって。それで、山田静香さんね、ほんとね、大きなね、もうね、本気の農家さん、本気の農家さんっていう言い方あってるのかな、もうね、ビニールハウスもどん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 、田んぼもでん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 とか、もうほんと大きい畑みたいな感じで、もうね、本気の農家さんやってましてですね。それでね、もう静香さんもね、もういろんな、今ね、そうそう、スーパーで見かける朝日メロンっていうのも、もし見かかったらですね、それはね、私の住む安平町の特産品でございます。安平町、朝日メロンはもう全部、すべてが、ここ、北海道安平町のお湯畑で採れたメロンっていうことです。なので、そのね、よく見かけると思うんですけどね、そのね、メロンも作っていてですね、今ね、もうゴロゴロ大きいメロンが作れてるみたいですよ。でね、もう出荷するときでもね、もうね、ここ持てないんですって。ここの、わかる？このね、メロンってここにチュルチュルってつるあるじゃないですか。そこはね、もげちゃうから、持てないから、ちゃんと手でこうやって持ってね、こうやってね、もう一日何百個もね、こうやってやるの。多分そんなの、ここパンパンになるに決まってますよね。ね、ほんと、だからそんなんでね、もう手も指の方もね、まあ、それだけじゃないんですよ。他にもいっぱいやることはありますから、ほんとね。でね、指もちょっとね、動かしづらくなってたりするくらい、この辺、もうね、肩甲骨周りから広かったけどね、ちょっと全部、今日は全部ね、やっぱできなかったけど、少しか良くなったみたいだったので、ね、気持ちよかったって言ってくれたので、よかったです。ね、ほんとね、でもね、私、安平町に引っ越してきてから3年経ったんですけれどもね、もうね、農家さんとお話しする機会って、今までそんなかったと思うんですよね。周りに農家さんいなかったから。私のね、おばあちゃんはね、私がちっちゃい時で、農家さんはもうやめて、農協とかにね、納めるのやめて、自分で趣味で、農業っていうのかな、畑はね、趣味の範囲じゃないけどね、ものすごい何百坪っていう畑でやってたから、ちょっとね、ちょっとだけ分かれちゃ分かるけどもね。でもね、もう大人になってからね、そうやって農業をやってる方と、大人になってからはそうやってね、ちゃんとお話聞く機会って初めてだったんです、こっち引っ越してきて。しかも、去年あたりからかな、仲良くしてもらえるようになって、で、そうやってね、話聞くとね、本当にね、私たちの食卓に上がってるお野菜やお米やら、ああいったものはね、本当ね、こうやってね、農家さんがね、もうね、一生懸命育てて、大切に育てたものなんだっていうのを感じて、ほんとご飯のありがたみがね、すごい感じるようになりました。ね、ほんとに、ね、すごいなぁと思います。尊敬します、ほんとに。と
う、ありがたい、ありがたいし、本当ね、美味しくご飯ね、いつも食べなきゃなって思います。本当に、そういうね、身近にね、そういう方がいてくれたことに私本当に感謝だなって思ったりもしたりもしてますよ。そうですね、そんな感じでございます。ね、急になんかちょっとそんな話になっちゃいましたけれども、はい、またね、なんだかんだって話も長くなっちゃいましたけれども、そんなわけでね、ちょっと施術させてもらって、それでね、今日ね、帰ってきたっていう感じでございましたけれども、それでね、ちょっとね、いろいろあってね、渡辺さんちっていうね、ベーグル屋さんがね、あるんですけれども、この渡辺さんちってやつですね。さあ、このね、たまたまね、今日ね、私の住む追い分けの方にね、配達があってね、で、一緒に頼まないって、安妙寺の奈々さんに声かけてもらってね、ちょっとお願いしたの、今日ね、シエストで受け取ったんですけれども、めっちゃ美味しいの、このね、渡辺さんちのベーグル、この見て、美味しそう。はい。明日食べます、今食べたくなっちゃったけど我慢する。そう、ちょっと目の前にあったのでご紹介しました。はい、そんなわけでね、今日めっちゃまた話いっぱい長く喋っちゃいましたけれども、今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。